本日はエイブルトンとセラートの共同開発によってリリースされたブリッジをご紹介します。ブリッジの登場によってアルトトラックのエイブルトンセットをセラート上でコントロールが可能に、さらにセラートでの DJ プレイをマルチトラックでかつ詳細な編集が行えるようになりました。では実演を交えてご紹介させていただきます。まずはエイブルトンプレイヤーをご紹介します。ブリッジの起動時には画面を切り替えることなく、従来のエイブルトンライブの操作コントロールがセラート側でも制御できます。では裏で立ち上がっているライブを見ていきますと、実際にこのようなプロジェクトを立ち上げております。キック、スネア、ハイハット、ほかベースなどのトラックが使用されているのが分かります。スクラッチライブ側の画面に戻りまして、ブリッジ起動時に新たに表示されますエイブルトンタブを選択すると、このようにエイブルトンビューを表示させることができます。こちらでエイブルトンライブを切り替えるのではなく、セラート側でエイブルトンの操作を行うことができるようになっております。では実際に使用されておりますそれぞれクリップを再生していきたいと思います。まずはキックのクリップを再生してみます。では次にスネア、他のクリップを、徐々に追加していきたいと思います。こちらのエイブルトンビューは通常のエイブルトンライブの操作と全く同様に、マスタートラックにも再生ボタンがついております。この再生ボタンを押すことによって横一列の新再生が行います。はい、こちらのクリップ操作なんですけれども、エイブルトンコントローラーであるラウンチパッドや汎用のミディコントローラーなどを使用して、切り替えていくことも可能です。実際にクリップを切り替えていくと、このように画面と連動して切り替わっているのが分かると思います。もう一つですね、ラウンチパッドについているこちら上下左右のボタン、これを押すことによってエイブルトンビューに切り替える範囲の切り替えなども行えます。では次に各トラックの方を見ていきますと、各トラックを選択すると画面右側に実際に使用されているエイブルトンのエフェクターが表示されます。ここでセラート側でもエイブルトンエフェクトを、このように今ドラムにエフェクターをフィルターをかけている状態ですけれども、パラメータ変更することができるようになっております。では実際にエイブルトンライブセットをセラートバーチャルデッキにロードさせたいと思います。プロジェクト名の部分をトラック&ドロップしてロードさせます。ここで針を落としてライブのクリップを再生させます。するとこのように再生されますので、あとはターンテーブルのピッチコントローラーを使ってテンポをコントロールしていったり、直接手でナッチしていくといった操作も可能です。ではライブセットをロードしたセラートバーチャルデッキと通常のオーディオファイルをミックスしてみたいと思います。次にバーチャルデッキを使用せずセラート側でアナライズしたファイルにエイブルトンセットをシンクさせてみたいと思います。
では次にブリッジの登場によってより詳細な編集の行える録音機能をご紹介します。セラートのレコードタブを開き、プルダウンメニューから .als ライブのフォーマットを選択します。あとは赤い録音ボタンを押すだけで録音が行えます。では今保存したファイルをAbletonライブで読み込んでみたいと思います。保存されたファイルは MacOS の場合であればユーザーの中のミュージックの中のセラートの中のレコーディングフォルダーに保存されます。はい、このようなプロジェクトとして書き出されました。まずスタートラックの方を見ていくと、非常に複雑なクロスフェーダーの操作がされていたのがわかると思います。またそれぞれのトラックを見ていくと、こちらのオートメーション選択の項目から EQ の動きなども確認できます。ご自身でさらにオートメーションを書き込んでいったり、ミディコントローラーなどで後から編集することも可能です。では実際に書き出されたファイルを再生してみたいと思います。はい、この状態であれば通常のライブのエフェクトも使用することができますので、マスタリングに非常に有効なエフェクターを追加していったり、このようにしてご自身のミックスを完成させていくことができます。それでは、エイブルトンとセラートのブリッジをぜひ演奏でお楽しみください。